おはようございますかな、あこんばんはか <laughs> なんかわからないですけどねえ、メッセージありがとうございます。そうですね、明日というか今日ですね、えー、14日13時から16時ですか、あスケジュールはね。 え、そちらの方はもうご一緒させていただこうかと思います。まあその後、袋町からアリスガーデンまですぐなんでね、パルコ前に行って、私は山本太郎さんの演説を聞くか、あとは山本太郎さんにちょっと聞きたいこともあるんでね、えー、YouTube に公開されることを計算してですね、質問していこうかなと思います。で、えー、あとその他広島に行くことはもうすでにね、 広島の熟成にちょっとバレているところがありまして、何人か私に会いに来るんではないかなと思いますけども、ちょっとね、その辺は混乱を避けるために、どこに行って何をするのかちょっとシークレットにしておりますので、まあ、それでもね、もしかしたら、一人ぐらいは、あちょっと来るのかなって気がしますね。あの、まあ、私のところに来るかどうかわかんないですけども、その、私がいそうなところをね、うろうろしてるんではないかなと思います。<laughs> その際はね、紹介させてもらいますのでよろしくお願いします。で、えっ、ー、と、その、 山太郎さんの件もどうかなと思うんですけども、ちょっと優先度としてはね、えー、そうですね、あの、河野さんのね、えー、ご紹介いただいたセミナー出て、講演会出て、その後は、うん、山太郎さんのとこ行くかなと。16時から山太郎さんのとこだったかな。うん、で、宿泊場所、えっ、ー、と、なんだ、あ東急ホテルですね。 はい、わ、えー、かりました、えー、山田太郎さんのね、街頭演説をどうしても、ね、これちょっと外せないんでね、行ってみたいなと思いますね。で、あたぶんこれね、ひとまちプラザはあの対談も取れると思うんで、ここで、できればここでご、なんか少しでも取れればなと思っております、そんな長いことにはならないんでね、えー、なんか、ああの2人あったんだみたいなことをね、えー、そっか塾の中で放送したいなと思っております。よろししくお願いします。 えであとね席取っていただいたみたいですけど私1人で参りますんでね、えー、その辺ちょっとこう席開けていただいても恐縮なんですけども1つで結構ですんで、えー、あと2つねちょっと2人ではいけないことになりましたんでよろしくお願いしますはいでは以上ですかね楽しみにしてますいってらっしゃい